1980年9月22日。イラン・イラク戦争勃発。8年続く戦争の最中、イラクのフセイン大統領は今から48時間が経過したらイラン上空を飛ぶ航空機を撃ち落とすと宣言。イランの首都テヘランを脱出しようと日本人は空港に急いだ。各国は自国民のための救援機を出していた。しかしあろうことか日本は出せなかった。空港にいた日本人はパニックに陥った。その情報がトルコ首相の耳に入った。緊急会議が開かれパイロットの志願者が募られる。テヘランで助けを待っている日本人がたくさんいる。非常に危険なフライトである。それでも飛んでくれる者は手を挙げてくれ。私が行きましょう、私が行きましょうとすぐにその場にいた全員が笑みを浮かべながら立ち上がりました。オズデミルとギョクベルクの2人の機長に託されることとなりました。タイムリミット、時間が迫る中、航空機がテヘランに到着。そして日本人向けのアナウンスが流れました。救援機が到着しました。それはタイムリミットの75分前でした。助けられた日本人の乗客はなぜトルコの人々が危険を冒してまで自分たちを助けてくれたのか、不思議でなりませんでした。そして一人の日本人がスチュワーデスの一人に尋ねました。なぜ私たちと何の関わりもないトルコ人のあなたたちが自分の命も危険なのに私たちを助けてくれたのですか。するとスチュワーデスが小さく微笑み、ほんの小さな恩返しをしたまでですと答えたのでした。当時なぜトルコ航空機が日本人を救出したのか、その理由を日本政府もマスコミも知りませんでした。後になって元駐日トルコ大使が次のように語っています。エルトゥールル号の事故に際し、大島の人たちや日本人がしてくださった献身的な活動を今もトルコの人たちは忘れていません。私も小学校の頃歴史教科書で学びました。トルコでは子供たちでさえエルトゥールル号のことを知っています。今の日本人が知らないだけです。それでテヘランで困っている日本人を助けようとトルコ航空機が飛んだのです。30年ほど前の1890年、一隻の船が横浜を出港しました。はるばるトルコから明治天皇の表敬訪問に来ていたオスマン帝国の軍艦でした。9月16日の夜、台風が和歌山県の南端の大島を襲いました。猛烈な風が容体を打ち、波が激しく断崖を打ちます。全長76メートルもある大きな船は強風にあおられて漂流し、本州最南端の串本沖で船ボウラと呼ばれる岩礁に乗り上げてしまいます。ドカーンと風と波の中、真っ黒な海の方から音がし、船は真っ二つに裂け爆発し、直後に沈没してしまったのです。紀伊大島の柏崎灯台の灯台森ははっきりとその爆発音を聞きました。乗務員は海に放り出され、波にさらわれ、またある者は自ら脱出しました。真っ黒な荒れ狂う海の中ではどうすることもできません。ほとんどが波に運ばれるままで、そして岩に叩きつけられていきます。
ばらくして断崖を登ってきたという一人の大男が住民に連れてこられました。東大森はこの人を見て驚きました。顔から血が流れ、全身は傷だらけで腫れ上がっていました。ナンパだ、そう直感した東大森は地元樫野地区の住民を集めました。誰もが外国人を見るのは初めてです。あなたのお国はどこですか？言葉が通じません。万国信号音を見せて初めてこの遭難者がトルコ人であること、船はトルコ軍艦であることを知りました。また彼の身振りから他にも多くの乗組員が海に投げ出されたことが分かりました。この乗組員たちを救うには人手がいる。傷ついた水兵に応急手当をしながら東大森はそう考えました。すぐに樫野の人たちに伝えなくては、東大から一番近い樫野の村に向かって駆け出しました。東大森は村人たちに急を告げ、東大に戻るとすでに10人ほどのトルコ人が集まっていました。助けを求めて崖をよじ登ってきたため、皆傷だらけでした。船が遭難したとの知らせを聞いた男たちは総出で岩場の海岸に下りました。海岸にはおびただしい船の破片と遺体が見えてきました。目を背けたくなる光景に村の男たちは泣きました。遠い外国から来て日本で死んでいく、それを考えると胸が張り裂けそうになりました。一人の男が叫びました。まだ息があるぞ。しかし触ってみるとほとんど体温を感じません。男たちは自ら裸になって乗組員を抱き起こし、自らの体温で彼らを温め始めました。死ぬな、元気を出せ、生きるんだ。次々に乗組員の意識が戻ってきました。船に乗っていたのは600人余り、そして助かったのは69名。この船の名がネルトゥールル号です。助かった人々は樫野の小さいお寺と小学校に収容されました。樫野の人々の食料はさつまいもやみかんは取れましたが、漁をして取れた魚を対岸の町に売ってお米に変える貧しい生活でした。そんな貧しい村に69人もの外国人が収容されたのです。自分たちが食べるお米もおにぎりにしてトルコの人たちに食べてもらいました。どんどん備えがなくなっていき、ついに食料が尽きました。もう食べさせてあげられるものがない、どうしよう。その時一人の婦人が言いました。まだ非常食の鶏が残っている、でもこれを食べてしまったら。大丈夫、きっとお天道様が守ってくださるよ。各家庭では正月のお祝いや非常食用として鶏を飼って備えていました。女たちは最後に残った鶏までも料理してトルコの人たちに食べさせてあげたのです。こうして彼らは一命を取り留めました。また大島の人たちはご遺体を引き上げ丁重に葬りました。この話は県知事にも伝えられ、明治天皇に盆上されました。明治天皇は直ちに医者や看護婦を派遣され、さらに礼を尽くし、生存者全員を軍艦に乗せてトルコのイスタンブールに送還されました。このことは当時日本中に大きな衝撃を与え、日本全国から弔慰金が寄せられ、トルコの遭難者家族に届けられたのでした。このことから日本とトルコは深い絆で結ばれるきっかけになりました。トルコから日本、約8700キロも離れていますが、友好、心、絆は深く結ばれたのです。
1890年、明治23年9月16日、大島カシノザキの沖合で、トルコ軍艦、エルトゥールル号が、嵐の中、遭難し、乗組員656名のうち587名が帰らぬ人となりました。異国の海に散った将士たちの霊を慰めるために、建設されたこの慰霊碑では、今も5年ごとに追悼式典が行われています。また、串本の姉妹都市であるトルコのメルシン市にも同じ石踏みが建てられています。トルコ建国の父、ムスタファ・ケマル・アタテュルクの像がありました。トルコ使節館、エルトゥールル号追悼歌もできました。JR 串本駅もトルコ友好の街として、エルトゥールル号などの歴史が語られています。日本、トルコ、先人が結びつけたこの友好を語り継ぎ、次世代の宝物として両国ともに寄り添い、助け合ってより良い国づくりに励みたいものです。皆様も和歌山県串本町に来てみてください。感動的な歴史と出会うこととなるでしょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。